岡山医科大学専門岡山医科大学5月、旧制岡山医科大学は1922年に設立された旧制管理大学。略称は岡山医大。本校は岡山県医学校、旧制第三高等学校医学部、旧制岡山医学専門学校などの全身諸校を含めて記述する。岡山医科大学は1870年4月に、 岡山藩が設立した岡山藩医学館が起源である。その後、岡山県医学校、第三高等中学校医学部、第三高等学校医学部、岡山医学専門学校を経て、1922年、岡山医科大学となった。学生改革により、岡山大学の設立母体の一校となった。1870年4月。 岡山藩医学館が岡山市角田に設立された。1872年7月、岡山藩大病院を岡山市中の町に移転し、病院内に医学所を設置した。1873年、岡山市栄町に移転。その後、数回の改装、改装を経て、岡山医学専門学校となり、1917年、現在地の岡山市帰宅仕方のに移転した。 正門は2007年5月15日、国の登録有形文化財に登録された。岡山医科大学の前身であった岡山県医学校は、その教育に定評があり、1884年、同校を視察した文部省大臣、森有里則は関西第一の医学校であると絶賛した。同校での教育は非常に厳しく、入学するのは比較的容易であるが、 卒業は、難関で、東の東大、西の岡山と評されたぐらいであった。文化遺産オンライン免疫、ワクチンの言葉を初めて使った、医師、矢部達三郎岡山市北区役所卒業時は、第三高等中学校医学部定員100名で、卒業生が数人に過ぎなかった年もあった、小田工事、我が医学部の歴史と、伝統岡山医学同窓会放平成11年10月1日号。 ありがとうございます。